私の専門は環境ガバナンス・ファイナンスです。慶應義塾大学経済学部の森田香菜子です。私はこれまで環境分野の中でも特に気候変動や生物多様性の問題について国連の政策と科学に関するプロセスに関わりながら取り組んできました。国連気候変動枠組み条約や生物多様性条約などの国際交渉の担当や国際的な科学的アセスメントである IPCC や IPBES の報告書の主執筆者なども経験しました。私は国際関係論、国際開発学、ファイナンスと経済学、環境科学などを軸とした学際的なアプローチで地球環境問題の解決に貢献する効果的な環境ガバナンス、ファイナンスのあり方を研究してきました。環境ガバナンス、つまり環境目標などに向かい、様々な制度と行為主体が関わっていることについて、様々な制度と行為主体の相互作用を理解しながら、効果的な環境ガバナンスのあり方を分析しています。効果的な環境ガバナンスを明らかにすることは簡単ではありません。例えば気候変動の問題を見ても、国連気候変動枠組み条約や IPCC のような科学的アセスメントだけでなく、G20、G7 などの国際的枠組み、他の国際環境条約、民間セクターや官民共同のイニシアティブ、都市のイニシアティブなど多様な場で気候変動に関して議論されるようになっています。また気候変動について持続可能な発展、生物多様性、防災、安全保障、貿易、ファイナンスなどこれまで以上に幅広い社会経済の問題との関わりから議論されるようになってきています。環境ファイナンスに関してもスコープが広がっており、従来の国際環境条約の下で議論されていた開発途上国の対策を推進するための先進国などからの国際協力といったファイナンスだけでなく、金融システムと実体経済両方におけるグリーン化といった議論も高まっており、さまざまな官民の資金の流れを環境の目標に整合させていく取り組みが加速しています。そして持続可能な社会を実現するためには、個々の環境対策の推進だけでなく、短期間で幅広い社会システムを変革することも求められています。それに対して環境ガバナンス・ファイナンスがどう貢献できるかも含めて研究しております。現在地球環境問題は深刻化しており、もう待ったなしの状況となっています。持続可能な社会実現のための社会システムの変革は簡単ではないですが、昔より問題解決のための方法や技術などは増えています。さまざまな制度や行為主体との関係性も含めて、どのように社会システム変革につなげられるかを、さまざまな学問分野、さまざまな行為主体との連携しながら引き続き研究に取り組んでいきたいと思っています。